ん、こんにちは。パクチーはカメムシの匂いとか聞きますが、いまいちよくわかりません。アノマロカリスです。人間からあまり好かれているイメージのないカメムシ。多くの人が嫌う理由はその何とも言えない匂いからでしょうが。カメムシの中には人間の血を吸ってくる恐怖の吸血カメムシが存在します。今日はそんなカメムシの生態や真の恐ろしさについて語っていきます。吸血する虫と聞くと、蚊とか蛾とかを想像するかと思いますが、このカメムシも脊椎動物の血を吸って生活しています。主に血を吸うのは、サシガメの種類の中でもオオサシガメアカの仲間です。このカメムシはアメリカ大陸に分布しており、血を吸うだけでなく、重篤な感染症の原因となってしまったりします。あのチャールズ・ダーウィンも自身の著書の中にアメリカに渡った時にこの虫に刺されたという記録が残っています。この虫は主に夜、動物が寝ている間に行動します。匂いや熱をもとに獲物探しをします。哺乳類の温かい体が好きなようです。この虫、唇や目の近くを刺すことが多いので、英語名でキシングバグ、通称キス虫とか言われたりします。冗談みたいな名前ですが、刺される側としてはたまったもんじゃありませんね。血を吸っていない状態では体が平べったく、どこにでも侵入してきます。刺し亀の唾液には麻酔効果があり、10分、20分、30分と血を吸われたとしても、就寝中であれば目が覚めることはないようです。刺し亀が食事にありつける機会はあんまりないようで、血を吸う際にはここぞとばかりに大きく膨らみます。その際、外骨格が風船のように伸びて、お腹には体重の12倍もの血液が入るようになります。ナチュラルで大食いファイターですね。哺乳類の体液は昆虫の体にとっては高温であるため、大きな負担となってしまいます。そこでこの虫は、どうしているのかというと、長いストロー状の口で冷やしています。昆虫の体に流れる体液は、血リンパと呼ばれ、脊椎動物とは違い、血液とリンパ液の区別がありません。この血リンパは熱を吸収しやすく、刺し亀の長い口を通っている途中で熱を放出します。この赤外線ビデオでは、血液が虫の腹部に到達する前に10度以上冷やされているのがわかります。つまり、虫は安全に血を吸うことができるのです。一方で、人間にとってはそうではありません。虫は血を吸いながら唾液を注入します。これは、科学者が唾液を絞り出しているところです。この唾液には、アナフィラキシー、アレルギー反応を引き起こすタンパク質が含まれています。ただ、本当の脅威はこんなものではありません。吸血後、時には吸血中に、虫は糞をします。その糞や尿には、シャアガス病という危険な感染症の原因となる寄生虫が含まれている可能性が高いのです。この糞や尿が噛まれた傷口に入ってしまったり、目にこすった際に入ってしまうことで寄生虫が体内に入り、発症します。このシャアガス病は感染してすぐには症状が現れないことが多く、長年にわたって症状が出ない人もいます。しかし、最終的には、感染者の約 30% に慢性的な身体消耗が現れ、感染者の平均寿命が約10年縮まるという恐ろしい病気です。まず急性期、感染直後の数週間から数ヶ月は、無症状または熱、疲労感、かゆみ、頭痛、下痢といった他の病気にも当てはまるような症状しか現れません。ただし、肝臓や脾臓などが腫れたり、この寄生虫が侵入した部分に炎症やしこりが出る皮膚病変者ゴーマと呼ばれますが見られます。加えて、この段階の症状で特徴的なのは、刺し亀に噛まれたところや糞が入ることによる目のまぶたが腫れる症状ロマーニャ症候です。この症状は数週間程度で自然に消滅しますが、治ったわけではありません。感染者の 20-30% 程度が次の症状を発症します。一つ目は心臓合併症感染者の最大 30% 程度。心臓肥大、心不全、心拍数の変化や不整脈、動脈瘤血栓形成など心臓に関する重篤な症状が見られ、時には心停止してしまうこともあります。二つ目は腸管合併症感染者の最大 10% 程度。食道または結腸の肥大、これらを原因とした食事困難や排泄困難などが見られます。このような症状を発症すると、シャアガス病の駆虫薬剤では対処できないため、それぞれ専門の治療が必要となります。シャアガス病の名前は、1909年、この病気を初めて発見したブラジル人医師のカルロス・シャアガスに由来しています。サンフランシスコ川のほとりにあるラッサンスという村で、多くの村人が体調不良を訴えていました。そこに住む貧しい人々は、バルベイロスと呼ばれる虫が夜になると噛んでくると訴えていました。刺し亀のことです。研究の結果、この虫から人間に感染する寄生虫の存在が発見され、シャアガス病の存在が世に知れ渡ったのです。現時点でも、この寄生虫に対する感染予防ワクチンは開発されておらず、現状では発症してすぐに駆虫薬を使用することが重要であるとのこと。
治癒率は、新生児乳児ではほぼ100のようですが、発症後、治療開始が遅れれば遅れるほど低下します。現行の治療薬は食欲不振と体重減少、不眠症などの強い副作用があり、治療完了までに2ヶ月以上かかります。より効果的で安全な医薬品が必要ですが、発症地域の多くがカメムシの侵入も防げないような住居環境にある、経済的に貧困な地域にあります。そのせいか新薬の研究開発がほとんど行われていないというのが現状のようです。皆様、いかがだったでしょうか？日本でもサシガメの仲間は生息していますが、人間の血を吸う種類はいませんのでご安心を。このシャーガス病、実は中南米ではマラリアに次いで危険な熱帯病と言われています。毎年約20万人が新たに感染しており、中南米諸国の多くの国民が未だに感染のリスクにさらされていると言われています。シャーガス病の最大の問題は、病気が進行すると治療法がないということです。また、自覚症状のないまま慢性期に移行することも多く、命を落とす人がたくさんいます。特に、サシガメが生息する土壁や茅葺き屋根の家で生活する貧困層の人々がかかりやすいため、貧困層の疾病とも呼ばれています。日本も JICA を通じて専門家や青年海外協力隊員を派遣し、シャーガス病への取り組みが行われているとのこと。衛生環境を整えるということがどれだけ大切なことか、身に染みてわかるような気がしますね。では、また次回もごひいきに。さよなら。